昔さ、昔っていうか、まあ、西洋菓子だから、その西洋にのこう風習とかなんかをこう研究したね、神戸のモロゾフさんとかね、神戸のお菓子屋さんたちが仕掛けた、要はバレンタイン、2月の14日の、バレンタインに、なぜか女性から、要するに、告白する、告る日ということで、チョコレートを送るっていうのが日本では定着したと思うんだけど、この頃は和のしきたりとかそういうものに、見直すように、なんしちゃったのかなんか分からんけど、セブンイレブンが恵方巻きっていうのを始めてさ、恵方巻きってもともとおうちになんか風習あった？いや、最初からはなかったと思います。っていうので、結構セブン、コンビニがしね、全国区にしたと思うんだけど、で、節分の時に黙って、その時の恵方を向いて、黙々と食べるというのが面白いね、あると思うんだけど。で、夏の恵方巻きって言って、この頃は夏もしますというので、しましたけど、節分ってさ、実は1年間で4回あるって知ってた？いらっしゃいます。立春、立夏、立秋、立冬の前の日が節分、全部。だけ8月の7日が多分立夏と思うんだけど、だけ要はそれの前の日やけん、8月6日が節分、夏の節分なんですよ。だけ春の節分で、冬と春が要するにいつもの節分ね。っていうのでね、夏の恵方巻き。いや、私いいと思うよ。ほら、食欲が落ちるやない、この時期って。だけその恵方巻きにさ、あれでもいいと思うじゃん。山芋とか、ほら、梅干しみたいなのこう入っとって、梅とか入っとってさ、ね、ネバネバしたもんがこう入っとって、夏の恵方巻きって言ってから、今日はあれよ、そういうの食べりとか言って、その食欲減退するときに、なんか、日本人記念日好きやん。で、私、それ、夏の恵方巻きって俺、いいと思うよ。もう、たださえ、今日これで簡単に済ませろっていう人に、そういう、こう、ネバネバ系の、ちょうど山芋こう、長くしたやつでさ、なんかとかね、なんていうかな、別に、すごく高級素材じゃなくていいけん、そういうのは、ちょっと細巻きでいいけん、作っといて、それだけは食べ、もう、今日はそれだけは食べなさい、みたいな感じでね。それもいいと、もう、それこそ納豆巻きでもいいけん、なんか、で、方位はどうやって決まるかしら。それで、24節気があるっちゃ、実は。1年間が四季だけじゃなくて、だけ1ヶ月に2つ季節があるっちゃ。ということで、24節気が実はあるけど、でも、今、このカレンダーって、太陽暦やない？太陰暦で言わんとちょっとピンってこんじゃね、本当はね。それと月の満ち欠けも気にすると、本当はもっともっとあれなるけどね、五感が優れてくるようになるじゃんけど。なんか昨日さ、なんか義母愛子さん顔負けの若い女の子がおってから、なんかその人がずっと見たら、その人の自分の、その人の家とかなんかが全部こう霊視で投資できるような人、なんか昨日夜あるよと。なんか散らかってはないけど、結構細かいものいろいろ集めるの好きですよね、とか言って、なんかグローブいっぱい集めとったりとかね、あと額縁もいっぱい見えますって言ったら、よくわかりましたね、人からもらったサインを全部額に入れてこう飾ってるところがあるんですよ、とかね、すっごい黄色いオーラがこうして出てますとか、もうすごく大きな仕事が舞い込みますけど、今から言ったら楽しみがなくなるでしょうって、でも大きなで、おばあちゃんがすごくしっかり後ろで見守ってくださってます。でもなんかおじいちゃんですかね、なんか申し訳なさそうな感じでひょっこりこっちを見てありますよって、いや、おじいちゃんが実は遊び人だったから、よくわかりますね、だから、なんかね、家族に迷惑かけたっていうような、おじいちゃんだったから、そういうのがあるかもしれませんね、なんか、読み取れる人が、全部さ、夜にあんなの見ると、全然こう怖そうな番組じゃなかったっちけど、そんなの見た後、顔洗いに行けんくなるじゃん。鏡見たくなくなるじゃん。後ろに誰か映っとっちゃないかなと思ったらさ、
霊感あるんですか？ない。ないけど、ないけど、あんな話を聞くと、なんかこう、変に意識するけん、ああ、もうこんな見たらいいか、見たらいいか。夜見たらいいか。で、あのトイレはやっぱ絶対こうなんか悪い気がこもりそうなとこだからきれいにしましょうとか言われたらやっぱ朝から掃除するよね。それはいいことよね。そらそ当たり前だよね。トイレは基本きれいにしとった方が絶対に決まっとっちゃう。あとゴミは溜めないとかね。それ当たり前だよね。そんなの当たり前。あと何だっけ、あ、玄関からリビングまでに行く間に観葉植物を置くのはいいとかね。あーでもそこってさ、私カビが生えやすいところと思ったもんやけど、ごめん、あの増加の観葉植物置いとっちゃうけど、増加じゃダメなのかな。なんか食食じゃない、あのあれやろ、結局あの二酸化炭素を吸ってくれて酸素を出してくれるっちゃうけど、植物ってやっぱ、うん、あれだよね、増加じゃダメ。そうね、すごいよね、私たちは酸素吸って二酸化炭素出しようのにさ、酸素吸、二酸化炭素吸って酸素吸出してくれるっちゃけどね。緑って素晴らしいよ、ほんと。いや、できとうよね、ほんと。だけど、きれいな水をあの少しでも残すことと、あの、てか水を汚さない生活と、空気を汚さない生活っていうのをやっぱなるべく考えたいなって思うね。うん。いや、それでやっぱね、あの、だんだん、こう、二酸化炭素を出さない。車にね、どん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 移行していってくれればいいなと思って、私、もうちょっと車のこともしっかりこう、本当の本物のエコカーが出ると、こう手出したいけど、なんか今はまだ中、それどれもなんかまだ発展途上と思う。そうですね、電気自動車が多分一番いいんでしょう。でもまだほら、あれダメやない、はっきり言って、途中で止まられたら困るやん。だけあの、はっきり言ってさ、発電しながら動くようになったらいいよね、その空、あのほら、ソーラーになっとって、はい、屋根がソーラーになんでなかなかならんとかや。それ、そげんまで、あれ線形、蓄電線形、うん。ってことは、もうちょっとこう、パネルがもっとこう、優れとかねなとかな。でも、夏の暑い時とかね、なんか蓄電できそうな気がするけどね。今の車でも、大体ちょっとは蓄電、あの、電気あの作ってるんですけど。ああ、そう。ブレーキかけたりするとか。ああ、そう。あ、だけ昼間用途乗っと車やったらいいけど、夜ばっかり乗ったらほら、用、あれ使ってしまうって言うよね、バッテリー。ああ。溜まるまでいかんで、要するにほら、使ってばっかりおるけん、うん、なんて言われるとかでもおかしい。ということで、あの、夏の恵方巻き。で、あの、恵方が、ラッキーな方位はどうやって決めようしたか知らん。ただおせちにしてもさ、あんなのでもさ、なんかあの予約をね、熱心に取ろうって新社、あの熱心な営業マンがおる店はちょっとやっぱ嫌やね。あそこね、前ね、あの酒屋さんの、あのなんか、うん、あの番頭さんやった人が、まあ、要するにそれを引き継いでこう、もう年寄りにしちゃったけど、代わりにしちゃったけど、もうその人がさ、えらいおせちはもう無理やり進めちゃった。それが嫌やったじゃんね。何が嫌って、あの人がおしゃれになってくるなって。いいのか、ね、熱心すぎると嫌われるじゃんね。で、じゃあちょっと聞きますけど、どこで予約してるんですかとか印象はけんさ、もういらんこったいてよ。悪いけど、ほら、人がたくさん来る人さ、今期によって、そんな、おせちを頼むっていうこと自体をやめる時もあるし、ね、みんな決まった男があるけんさ、セブンイレブンのおせちを頼むっていうのは、まずこう最終手段と思う。こういう言うたらいいかも。だって、日頃もう嫌っていうぐらいセブンイレブンで買いよっちゃうけどさ、おせちぐらい違うもん食べさせてよだろ、じゃあ、私から言わせたらさ。っていうか、あの、押し売りされたら嫌ね、とにかくね。うん、押し売りされたら嫌。だけあの置き換えないからね。もし売りしたらいいか。両方とかもあの、うん、ぴったりしてる店員とかいないですか。うん、いやだけどその距離いかんよね。でかといって質問しようと思って顔を上げたら誰も見てられるもいかんもんね。あれあの距離大事よね。だけどここももう自由に手に取って触ってもらって、でも鍵を開けてもらわないかんときすいませんね、顔を上げるだけお出ししましょうかって私と思っちゃう。で、お客様が大体どんなもの探しをしたかったかなんかとかいうのはアンテナ貼っとくべきやね。うん、で、こういうのを探してあるっていうかいうのね。ただね、それを無理して引っ張ってくると寝頃感が出らんけん、結局会社連中やけど。
難しいところであるというか。だけど、まあ、そう、ブランドのさ、なんかさ、あんなのとかさ、ジュエリーとかさ、全然売れようになったと思う、昔に比べて、ネットって。ネットはもともと売れてな、ないイメージかもしれない。ああ、そう。ああ、そう。ああ、そう。ブランド品。ブランド品は、やっぱ、ああ、てか、いや、そら、家電に比べたらよ。家電とか、どう、だってさ、たまに落ちるのは、あのね、大体ね、あの、ヤフー自体が、あの、男性が多いっちゃけ、これ。あ買う人が。それでね、あのね、結局、あれだったよ、そういう道具物を買いに用したので、ヤフーオークションに慣れとう人がおるやない。それで、ヤフーオークションのやり方が慣れとうした人が、この着物に合う帯を探しとっちゃうけどね、って言われたら、ネットとかで安いよということで、息子さんが、とか娘さんが、まあ、見せるやん、お母さんに。あ、これ良さそうだねっていうことで、ユーザーは男性なんよ。で、お母さんが、息子さんが、こう、検索してくれる画面で買うとかいう場合はあるっちゃうね。うん。で、うちね、この帯は欲しがり、この値段で買いにしちゃったら、この人メイク超えとんしゃあねと思って前、ほーって思った、私、自分が取り扱った着物とか帯とか覚えておけね。たら、実は春松さんから前、昔、帯、うちのお袋は買わせてもらったとよって松本さんが言った。で、あの帯って言って、実は松本さんのお母さんが買いちゃったっちゃ。私が、これいいなと思った帯を出品しとった。うん。なんか、なんて言ったらいいかな。いいなと思ったものは出しとくと売れるよ。うん。いや、ただ足遅いよ。もちろん。遅い。そんな、1週間で売れたりはせんよ。うん。売れんわけじゃない。あと、宝石とかも売れんわけじゃないとよ。はい、うん。OK。よろずやっぽくしとくと、やっぱよろずやっぽくなるけんね。そうとはちょっとなんか別 ID でするべきなのかなと思ったりはする。今回も私さ、小袋買ったけど、結局、初めオークションで見よったけど、後からはたっと気がついたった。もう、辰村の小ぶくさしか買わないって決めとったけど、辰村小ぶくさって検索したら、後からヤフーショッピングでずらーっといろんなものを選べるっていうのが、それがオークションにあんまり出てなかったと、実は。そらさ、1枚800円から違うじゃん。で、もっといい感じのやつが、もっと安く売りようと、2000円以下で売りようって気がついてからさ、これお礼やったらこれぐらいの方が喜ばれて、向こうも、2000円もしてないんですから、どうぞそのまま黙って受け取っとってくださいって言いやすいなっていう価格の色もいい感じのやつだよね。これやったら後から役に使ってもらえるかなと思ったりします。そんな金額かかってませんから、どうぞご心配なくって渡しやすい、ちょっとお礼っていうので、1000円ちょっとのものとかやったらさ、やっぱネットって売り方やな。売り裏もそう。ネット寒さない。っていうか、こんなに安く売りようのしてしまったら、リアル店舗売れんやろうねってやっぱ思う。だってネットで1300いくらで買えたらさ、自分は安く買っとって、それはあれやばってさ。いやもうね、それこそブランドと一緒、辰村の小袋って言ったら、もう大体こういう柄でこうって決まっとるけん、こうとかね、あるっちゃん、決まり事が。ある意味、専門の人たちがそれにこだわっとう人しか買わんものがネットやったら売れるよね。ああ、そうですね。ね、もうちょっと涼しくなったら、ネットオークションに着物の仕事しようかね。
夏物はね、どれもチェックしたけど、結局はこれも、これも最終的にはちょっとクリーニング出さなかったけど、やっぱ最終的に手洗いしてあれしたけど、ほら、ここの汚れがひどいっちゃう。で、綺麗になったかなと思うけど、やっぱ汚い、ほら、こんなねえ、夏やろ。これ800円やったと、1回。あ、証券で800円は安いなと思って、これ綺麗になればいいなと思ったけど、やっぱ綺麗な、ここ。綺麗に、だいぶこう落ちてしまって、なんかもう、薄くはなったけど、これでもさ、これね、汚れてるもんなんかね、足、これ、靴かなんかで踏んだ後よ、これ。靴のゴムの色やもん。絶対なんか作業中に踏んどうとよ、これ。絶対。なんか置いてあるままそのままゴンと踏んだみたい。そんな汚れやもん。こんなとこ、それかよっぽどこけたから。これ、こけたと、みたいな。ここはね、汗のちょうどこう、たまりない。ここはね。だけど、ここ、汗のたまりってことは、ここは隠れるきいいけど、ここは隠れんって。ね。ちょっと目立つと思う。これは商品ならね。ここが汚かったやっぱ不潔感があるよね。ね。これやっぱ800円なわけね。証券はこれ800円が面白いと思ったんですけど、面白くなかった。これでクリーニング代かけたら、あれやけ、やっぱ黙って、もういううちでアイロンかけて、これアイロンかけて、こうなってますけど、いいですかみたいな。もうだったら終わりをしよう。8月まで切られるんですよね。8月まで切られますから、ちょっと分かった。よし。やまやまな。この時期に。この時期にアイロンかけます。ないですね。なかなか。で、もう一つの方は、襟がすごい痛い。あの、見せとくで、ね、何が欠点かっていうのでね、知っとった方がいいよね。あのどれもロです。こういうふうにこうしましましまになるとね、これがあのロです。ロは7月と8月に切れる分ですね。でちなみにこれは付け下げね、付け下げです。これは付け下げ。でこれも付け下げです。これも付け下げ。これも付け下げ。これも箱の付け下げです。でまあ、こっちもちょっと柄からやったら古いんですけど、これの欠点はほら、ここ。これだけ。ああ、ここですね。ひどいと。だけこうなってこうなる。もうちょっとね。あちょっとひどいやろ。もう出るやろ。やっぱこういくらこうしてどうのって言っても。これ汚れてるより色が落ちてるんですか？そうです。襟、あの、要するに汗をかいてるわけ。で、しかも普通だったら、普通、襦袢の襟やない？で、それ以上に汗かいてるじゃんけ、もう。で、そのままほったらかしてるじゃんけ、こうなってるわけ。っていうぐらい、夏は汗をかく時期だから、どうしてもこうなるわけよ。はい、で、こうなってないものは高いけど、こうなってるから二足三毛やけど、なんとかならんかなと思ってすり落としたんだけど、やっぱなんともならんわけよ。これがね。だって、やっぱさ、不潔感があるのっていかんめえや。夏にこれ、うん、やばいちょっと。で、ここはじゃあやり替えるのにさ、ね。ほら、襟が外せるわけよ。はい、ただ、これを外してどうのって言ったら、どのくらいかかるかっていうので、それでね、私ね、ああ、やっぱちょっとチラッと合わさいぐらい覚えとけば、これをちょこっとできるだけで違うわけやん。っていうのがね、と思うちゃうね。いらっしゃいませ。
またと言っては失礼ですが、あのまた何かありましたら。また近いうちに来るかもしれない。ありがとうございます。で、ちょっとついでやけんあれやけど、これは古文です。で、ほら、ちょっとよく見てみて、これ。これさ、こういうのと、ね。今いい？ちょっと見てみて、こうだと、はい、ね。で、他の見てみて、これ。何が違った今。これとこれの違い。はい。これと、うん、この2枚とそれ違うや。ほら。何が違う？ほほほ、ああ、柄。違う違う、ここ。うん、いい？ほら。これ、後ろから見、これ、いい？表よ。はい。これ、内側よ、ほら。はい。ね。はい、これ、いい？これ、表側ね。はい。はい、内側。はい。ああ、ね、ここ。そう、はい、ここ。これ、意識当てて言います。はい。うん、つまり、後ろが焦げになっておくと、はい、くしゃくしゃに並んでいいわけ。つまり正座をする人用の、はい、あの要するにこれお茶着なんですよ。で、古文やけん、あのまあ何ていうの、付け下げよりもあの格は下がるけど、まあ古文っていうことなんやけど、この意識当てがあるっていうのはいいんですよね。だけどね、何が欠点かっていうと、マイナス査定せないかんっていうのが、雪が短いって。雪っていうのはこの体の真ん中からここまでよね。はい、たらちょっとほら、まあパッと見に、要するに、測られんやない、いちいち。ね。はい、だけど、これは、いらっしゃいませ。暑いですね。あ、いらっしゃいませ。おはようございます。